いいよね。もうこれこそね、本当模型屋で僕が広めたい模型なんですよ。はい、こんにちは。三宅模型3代目店主、三宅和明と申します。今日はね、いつもの僕の大好きなシリーズ。楽しい工作シリーズ。タミヤさんのですね、泳ぐラッコ工作セット。こちらの方、手元に持ってきてみました。これですね、イエローさんともホビーショーの時に実際に見てきて、今夏のシーズンに向かうにあたって、この泳ぐラッコ工作、なかなかね、すごいんですよ。水中モーターがついてて、その前にギアボックスがついてて、このね、一つの動力を、貝を叩くところと、尾っぽを振るところと、足を振るところにね、こう分断してるっていうものなんですけれども、それがね、これがね、いいのさ。ちょっと開けてみましょうか、早速。はい、中にはね、こう全部パーツでこう入ってるんですよ。はい、でラッコの部分はね、黄色いプラパーツで、それからフロートのスポンジも入ってますし、それから水中モーターの部品ですね。はい、それからシール、はい、まあ説明書とね、このね、すごいところはね、こう説明書、まあ一番最初ね、使うものニッパー、カッター、ドライバーと、で、ね、グリスも中に入ってて、こういう風に、作っていくんですけど、一番最初のところでギアボックスを組み立てます。このね、ギアボックスっていうのが実はね、皆さん水中モーターってね、昔馬淵さんから出てた赤 と、肌色のやつ覚えてるかな。あれをね、キュッとこう回すと、後ろでプロペラがビューンと回ったじゃないですか。あれが実は今生産終了になってしまって、馬淵さんでは今水中モーターを作っておりません。で、そのね、金型がタミヤさんに行ったのかな。タミヤさんちょっと金型が違うので、もしかしたらタミヤさんオリジナルかもしれないんですけれども、今水中モーターはですね、タミヤさんで作っております。で、そちらの方から出てる水中モーター、はい、で、そこのところに実はですね、プロペラがついてた部分ね、モーターがついてプロペラがついてたところに、直接タミヤさんはね、このギアボックスをつなげるような形になってるんですよ。それでモーターの縦軸の回転を横軸にして、この左右からね、軸を出していくギアボックスをがこのモーターの前に直接つきます。はい、ここですね、うん、直接つく感じで、はい、で、その横軸の回転、左右でなったものを、ここからね、クランクとかでこの尾を振る運動と、この貝を叩く運動とね、それとその尾を振る運動のところから、さらにこうボックを出して足を振る運動と、そういうような形にこうね、どんどんと派生させてって、一つの動力でいろんな動きをしながら泳ぐよっていうね、ラッコさんが完成するわけですよね。え、これ絶対ね、子供とかめちゃくちゃ喜びますよ。はい、ムニュムニュムニューンとこうね、動いてって、それで、ね、ちょっと面白いのは、この尻尾の組み立てのところでね、オーリングを入れて、この接続部をちょっときつくしてあるんですけど、ここのところでね、この動くクランクのセンターをちょっとずらすことで、そのまままっすぐ進んだりとか、このまっすぐ進む、左回り、右回りってね、この尻尾のスタートの角度を変えることでね、狭い浴槽とかでもね、くるーっとこう回ってくれたりとかするように、セッティングができるようになってますね。回転運動を上下運動に変えたりとか、往復運動、クランクをの、回転運動を往復運動に変えたりとかっていうのが、この、仕組みでよくわかりますよというね、すごく勉強にもなるキット。っていうか、勉強になるんだよね、このキットは本当に。で、ね、僕ね、本当このね、タミヤさんのね、工作キットって、まあ、ずっとね、毎回、何ヶ月かに一回ね、新しいのが出るじゃないですか。で、これをね、まあ、どれぐらいの数が売れてるのか正直僕は知らないけれども、大昔からね、このシリーズを途絶えることなくね、ずっと設計してる人が、子供たちにこういう回転運動をこうやって変えたらこんな面白いことができるよっていうのをね、こうね、ずっと考えて新しいものを設計して、それで世の中に出してるね、このなんていうか、楽しい工作シリーズを作ってるチームがね、大好きでしょうがない。いいよね。もうこれこそね、本当模型屋で僕が広めたい模型なんですよ。はい、もう楽しい工作シリーズナンバー250ですよ。250個今まで、まあ今ね、絶版になってるものとかもいろいろございます。
ね、あの繋がったりするピエロさんだったりとか、あと神棚工作だったりとか、あの辺はね、あ、今もうないんですか。ラッコはね、昔ね、そうだ、モーターが回ってプーリーでこう木でできたやつでカコ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 ってこの陸上でね、こう飾っといて動くやつがあったな、うん、その辺とかがねあったような気はするんですけど、まあ動く工作も含めて250、今まで歴史があるシリーズです。ぜひね、本当に僕の小さい時からあったっていうことは、 4,50 年子供たちを育ててきたこの工作キット、ぜひね最新版お手に取って皆さんに楽しんでいただきたいなと思います。と、今日はこんな感じでした。ではでは。はい、三宅模型では各種 SNS、Twitter、Facebook、Instagram やってございます。それからね、あのホームページの方もございますし、YouTube の方はね、高評価、チャンネル登録いただけますと、モチベーション上がります。ぜひぜひよろしくお願いいたします。あとね、各週ではありますが、土曜日にライブ配信もやっておりますので、そちらの方も皆さん遊びに来てください。